はい、ただいま1月8日の深夜の2時26分です。久しぶりにですね、除雪の出動になりますので、これから、ドライブレコーダーをですね、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと意外とね、これまでですね、新年、今年に入って初めての、除雪ですね。というかですね、雪がですね、今年はですね、珍しく、これまで全然降ってませんでして、みるみると、まあ、安藤くんがですね、1月5日に、出勤の際の、ドライレコをですね、ちょっと投稿しましたけれども、全く雪が、降ってなくてですね、雪がだいぶ、減っていったんですね。しかし、今日は、結構降りまして、ちょっと今また雪がラッセル状態にですね、なっております。はい。で、ちょっとですね、毎日雪がどれぐらい減っていったかっていうのをですね、写真で撮っておりますので、ちょっとね、このなんかその写真で、何月何日からこうずーっと雪の減った記録っていうのをですね、今ちょっと画面上に、見せていきたいと思いますけれども、まあ、それぐらい雪が全くなかった、ということで、かなりね、珍しい、年になりますね。確かですね、2019年から2020年にかけても、雪がですね、ほとんど降らなかったんで、で、その時は、屋根の雪下ろしもね、しなくていいような、年になりましたけれども、久しぶりに、除雪の出動ということになりました。で、さっき見たら山口さんの方もね、出動しているようですね。なので街中も、かなり、積もったということですね。まあ昼間はですね、まあ降ってはいましたけれども、そこまで大した感じでもなくてですね、どれぐらい積もるのかなとは思ったんですが、やっぱりですね、夜まで降り続いて、結構降ってますね。なんかさっきちょっとこう、少しラッセルしたような感じで、雪がバサーっとこう、目の前にね、出てきた感じでしたからですね。結構、降りましたね。はい。あまりにもですね、雪が降らなさすぎてですね、やることも、だいぶ、あんまりなく、すごい、なんというか、ゆったりとしたですね、年末年始を過ごすことができたんですけれども、あまりにも本当降らなすぎたんでですね、ちょっとジョギングなんかもね、したり、するほどでしたね。まあ、さすがにこんだけ雪が積もるとジョギングは、できなくなるんで、あれなんですが、本当もうなんか、運動不足解消のためにジョギングでもしようかと思うぐらいのですね、まあ、そんな天気でありました。はい、しかしですね、いよいよ冬本番で、実は十日町市ではですね、大雪警報が出ておりますね。なので、だいぶですね、すごいです。まあ、ようやく、雪国っぽくなってきたかなっていう感じなんですが、まあ、この後どうなるかっていうのがですね、全くわからない感じです。しかし、結構すごい。今視界がだいぶ見えないぐらいの感じになってきましたね。はい。それでですね、ちょっと、私はちょっと今年から年賀状をですね、ちょっとだんだんこうデジタル化の流れでですね、書かずにですね、まあ、ただ、書いてくださった方、から届きましたものがありましたので、まあ、一応その返事をですね、ちょっと書かせてもらいまして、で、これからちょっと除雪に行くまでの間に、ポストがありますんでですね、ちょっとそこに、年賀状を、少し出したいというふうに思いますね。はい。皆さんはね、もう年賀状とかね、どうされてますかね。なかなかね、まあ、なんというかね、これまでの日本のね、いい習慣かなとも思いましたけれどもですね、
まあもうやっぱり今やこういうインターネットもね発達してる中でですね、私も結構やり取りとかだとね、もうインターネット上で、まあ LINE とかメッセンジャーとかですね、まあ SNS とかで、ね、いろんなやり取りできる人もいますのでですね、改めて年賀状を書くまでもないみたいなですね、感じもちょっとありはするものの、一方で年賀状だけの、でしかやり取りしてない方も、いたりとかもしますんでですね、まあなかなかね、出すべきか出さざるべきかみたいなですね、ところもちょっといろいろありながらですね、まあ、今回ちょっとあえて自分から出すというのはちょっとやめたりもねしてたんですけれども、まあ、そういった状態ですね。はい。おお、ちょっとすごいですね。これ除雪が来た直後みたいな感じで、雪の壁がありました。はい。やはり除雪が来てるとね、ここからは非常に通りやすいですね。しかし結構降ってますね。すごい。うん、かなりね、雪の量多いですね。昼間のね、ペースだったらそこまででもないかなみたいな感じだったんですね。実際昼間もね、降ってたんですけど、結構道路の雪はね、すぐにね、消えたりもしてたんで、どれぐらい降るかなと思いましたけれども、やっぱ寒波が来たらね、だいぶ変わりますね、やっぱり。だから寒波一つ来ると一気に雪国みたいになるっていうのが、まあ、この辺の、感じですよね。本当に昨日の、昨日の午前中からまあ降ってはいたんで、まあ、正確に言うと一昨日まではね、もう本当雪がなくて、これもう3月ぐらいのね、感じの景色、3月、4月のね、景色だったんですけれども、これすごいですね。もう雪の量がなんかかなりすごい半端なく、この除雪された雪の量がすごいですね。はい。じゃあちょっとですね、この辺にね、ちょっとポストがありますんでですね、ちょっとそちらに入れてからちょっと行きたいと思いますね。はい。はい、ちょっとポストがありますんで、ちょっとそっちに止まります。さて行きましょう。はい、ここからはですね、まだ我々が除雪する路線ですので、まだですね、これから除雪をする形になりますね。こっちは県道ですね。で、さっき除雪されてたのは国道の方でして、で、まぁ、ちょっと除雪をする業者が違ってまして、ちょっと出動してるね、時間帯がね、少し向こうの方が早かったのかもしれませんね。はい。さあ、すごい雪ですが、もうすぐね、除雪小屋に、到着をしますので、これでですね、一旦ですね、行きのドライブレコーダーは終了にしたいと思いますが、まあ、結構ですね、車が通った輪立ちがありますね。はい、皆さん結構出勤を、している感じですね。じゃあちょっとこっちに止めていきたいと思います。よし。はい、ということで一旦、終了したいと思いますね。あ、ちょっとここに除雪、ステーションです。はい、ということで一旦終了します。はい、ただいまですね、1月8日の7時39分ですが、一旦ですね、除雪が深夜の部が終わって、朝ごはんを食べに帰るところなんですが、まあ、ちょっとね、撮影はこれはせずに終わってから、完全に終わって帰るところだけ撮影しようと思ったんですが、結構雪の量が多いので、ちょっとご覧いただくためにちょっと、状況を撮影してます。これね、
いつもだともう完全に道を広げていただけるところなんですが、もうこっちの方多分最初に一回、こっちの方ですね、あっちの方ですが、左ですね。最初の方に、多分一回除雪したんだと思うんですが、終わって帰ってくる頃には、また雪が結構積もってると。で、これまた午前中も引き続き、除雪の続きをしないといけないような状況ではあるんですが、一旦私は、家が近いので、ご飯を食べにですね、自宅に戻るんですね。で、その際に、ちょっと朝ですね、今まあ7時半過ぎなんで、もしゴミステーションがまだ除雪してなければ、ゴミステーションもちょっと雪をどけて、で、あと、津倉さんの家ですね、を、ちょっと最低限人が通れるぐらいには、ちょっとやろうかということで、簡単な除雪をね、したいと思います。まあ、以前はですね、3人のうち1人が必ず休みだったので、その除雪はね、除雪に出動してない人ができたんですが、今年はちょっと全員出払いますので、それができないということで、やりますが、ここはもうゴミステーション片付いてますね。はい。なので、次は、津倉さんの家の前ですね。これはまだ山口さん帰ってきてません。はい。ここですね。ちょっと最低限人が一人通れるぐらいにはちょっとしておきたいと思います。ちょっと、こんな感じで映せるようにしましょうか。はい。じゃあね、ちょっと一回、これで、自宅に戻りたいと思います。すごいですね、もう。やはり大雪警報が出ただけあってですね、かなり、なんというかすごい、白い感じですね。ちょっと、かなりですね。なんかやっぱ一日で本当に大雪が降ると雪国に変わるというですね、凄さがありますね。これちょっとまっすぐにしないとあれか。はい。はい。で、屋根の雪はね、まだそこまででもないんで、積もったらね、また雪下ろししますが、だいぶね、かなりすごい状態になってきましたね。はい。じゃあちょっと、一旦、自宅に戻ります。はい。これも、OK。よいしょ。OK。よし。はい。OK ですね。はい。ということで、一旦、朝ごはんにしたいと思います。はい、今1月8日の17時7分ですが、ようやくですね、除雪の方が終わりまして、今日はかなりたくさん降ってました。で、
この後ですね、ちょっとガソリンスタンドに行ってガソリンを入れないといけないので、一旦ガソリンスタンドにまで行くのは、ちょっと、動画が長くなりすぎるので、ちょっとね、池谷集落のふもとのところまで着いたら一旦切りたいと思いますが、かなりですね、今日は雪がすごくて、で、今日が実はですね、我々定期購入のお客様へのあの精米の日だったんですね。で、安藤くんと山口さんはそちらにも出るということで、で、除雪にも出てそちらにも出ることだったんで、まあ、除雪で約、まあ、半日ぐらい働いてますから、二人が、午前午後で、まあ、交互にですね、入れ替わりで、出てもらって、あとはですね、ちょっと、残りのメンバーでですね、まあ、うちの奥さんとか、事務局長の福島さんとかですね、あと、他にちょっとアルバイトをですね、お願いした、方々が結構いらっしゃるんですが、そういった方々の力を借りてですね、なんとか、多分精米も順調に進んでることだと思うんですが、私はもう全く、そっちはまあ、もともと精米の作業自体は私はですね、普段からまあ、お任せしてまして、関わってないんですが、私も、方は、もうそんな余裕もなく、夜中からですね、こう、夕方暗くなるまで、除雪車にずっと乗ってたという状態でありましたんでですね。まあ、寒波が来て、かなり降りましたね。まあ、久々に雪国っぽい降りだったなと思います。で、今までがですね、本当に前回除雪の出動の動画を上げて以来ですね、もう本当に雪がほとんど降ってなくてですね、まあ、除雪は全くありませんでしたから、体がなまってなまってしょうがなくてですね、子供たちと一緒にジョギングをやるとかですね、そういったこともやってたりしてたぐらいなんですけれども、まあそういったところからようやく雪国になってきましたね。一応ですね、まだ雪が残ってるってことで、明日の早朝もですね、出動が確定しました。はい。で、今池谷集落のですね、麓まで来ましたが、ちょっとガソリンスタンドに寄りたいので、このまままっすぐ行くんですが、一旦ですね、ここでちょっと動画はですね、カットしたいと思います。はい、それではですね、池谷集落の麓まで戻ってきましたので、登っていきたいと思います。はい。今日はですね、本当に除雪をしてもしても、どんどん上から降ってきてですね、ここの道路も、除雪をしてもらってたんですが、もうこんな状態になってますね。で、一旦ですね、夜になったというか、まあ、時間がですね、もう5時過ぎましたんで、一旦この状態でですね、終わってる状態ですね。あ、でもこの上は結構いい感じですね、これね。はい。だいぶ、綺麗になってますね、ここは。はい。いやー、しかしあれですね、今日は、なんか夜行性でもないんだ。夜から始まり、夜に終わるというですね、昼間は一応、除雪車の中で、過ごした感じですけれども、まあ、2回ですね、実は家に帰って、ご飯をね、食べに帰ってますね。はい。まあ、弁当とか持ってきたらいいかもしれませんが、ちょっとその、弁当を作る余裕もないので、まあ、家で、今回はですね、おでんが、なんか鍋いっぱいにありましたので、家に帰ったら、おでんを温めて、それをがっつり食ってから来るというですね、お手軽な形で、まあ、来ておりご飯食べましたが、これはしかしあれですね、そうだ、それでですね、今回ですね、私、ここの会社で初めて、除雪車の運転をですね、部分的にさせていただきました。まあ、部分的にって言っても、まあ、本当にちょっとだけですけれども、やっぱりですね、前まで使ってた、機械とちょっと違いましたので、かなりですね、まあ、あと1年ぶりだったっていうのもありまして、かなりですね、慣れない感じでですね、
右往左往しましたが、右往左往したというか、まあ、かなりゆっくりとやりましたが、まあ、しばらく、操作してると、ちょっと、なんていうか、勘が戻ってきそうになったかなっていう感じではありますが、まあ、やっぱりですね、ちょっと街中の除雪と違って怖いのは、街中の除雪は街中の除雪でですね、なんか家にぶつけたらどうしようとかですね、まあ、そういったのが結構気になってましたけれども、山奥の除雪は、まあ、この辺はね、道路が広くていいんですけど、結構狭いところがありまして、まあ、そういったところはですね、結構崖になってたりとかして、かなり恐ろしいところもありました。はい。まあ今後徐々にですね、道路とその機械の使い方をですね、まあ体に覚え込ませていってですね、それでオペレーターもね、できるようになっていく、形になっていくかと思うんですけれども、まあそのような形でですね、除雪の方が済んだというところですね。でまあとりあえず一仕事終わったなって感じですね。はい。実はこの後ですね、オンラインでの、打ち合わせがちょっとありまして、それも出ないといけないのでですね、なかなかちょっとハードスケジュールではありますが、なんとかそれが終わったら速攻で寝てですね、そしてまた2時ぐらいに起きてですね、今日も続きを、しないといけませんので、ちょっと早く寝たいと思います。はい。というところで、到着しました。とりあえず、入っていきましょう。よいしょ。ここはですね、水を流してるんで、結構ですね、除雪をしなくても、車を入れられます。結構噴水のようにね、水が噴出してますんで、すごくいい感じですね。はい。よし、これで OK。はい。ということで、一旦ですね、これで、終了ということになります。はい。まあ、ガソリン入れるのに結構時間かかりましたので、はい。終了時刻は、17時44分でした。